はい、皆さんこんにちは、フラワーティスシュです。今つとむちゃんとバッティングに行ってきたんですけど、おお、すごい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 。お、いや、もう手が痛くて、今回はバッティングでホームラン出るまで帰れませんっていう動画をやってたんですよ。なんか2回目ぐらいからもう手が痛くて、ちょっともうこれ明日とかなんか花束とか逃げれなくなりそうなので棄権しました。ただね、意外と140キロね、全然やってないんですよ。全然やってないのに意外と打ててるんですよ。お、あと1球目ですよ。お、あれがね、ちょっと怖かったですね。あのまんまやってたら多分打ててたとは思うんですけど、なんかね、多分打ててたとは思うけども、次の日使い物にならなくなるのは目に見えてたんで、ちょっとやめました。では続けていきましょう。もう完璧なホームランです。どうぞ。はい、では始めていきたいと思います。まず最初に、今日のね、こうメイン花材のこうダリアを持ちます。ダリアってこう意外とこう横から見ると分かりますかね、こう前にこう貸し入れる感じ、まあ、貸し入れるっていうのかな、こう前にこう傾いてる感じにこうここ湾曲してたりする。だから花束作るときに割とこうぐるっとこう回っちゃうんですよね。でこの辺りが結構ネックだったりするんですけど、まあそれはですね、例えば今回使うこのヒペリカンの紅葉とか、まあ、こういうのをこ うまくこうね、間にこう挟み込んでいく。そうすることによって、まあ、花をホールドしていくんですね、こうやってね。この辺りが重要なポイントですね。だから、まあ、ダリアだけでこう構成しようと思うとえらい大変な作業になりますね。まあこういう感じですね。こういう平面構成みたいな、こういう感じで作っていきます。まあそうやって何気に作ってはいるんですけど、一応この茎はスパイラルに全部作っていきますね。でここらでこの紫色のトルコキキョウをちょっと間に入れていきます。まあ、これこそまさにワンサイドショートの応用編ってやつですかね。でここでワックスフラワーを入れてみますね。要するにこういう感じだったんです。こういう感じ、わかりますかね。こういう感じでこう色で見せていく感じですね。見えますか、見えますかね。こういう感じ。はい、このような感じです。このワンサイドの今回のこの花束はもう完全にこう色の構成ですね。色の構成で見せていきます。はい、こちらで完成です。ではちょっと結束して見てみましょう。はい、こちらが完成品の花束となります。今回はこうラインとかというよりは色の構成というか塊で見せてますね。
でワンサイドのこうワンサイドショートの花束なんで、こうラウンドの花束とかとは違ってラウンドなんかは上から見た感じで作っていきますけれども、こういう平面構成な感じで作っていきます。どうでしょうか。なかなかこう何ですかね、ちょっと独特な雰囲気がね出てきますよね。はい、ではこちら今回はこちらで完成となります。またラッピングするとぐっとね違った雰囲気に変わっていきます。ではまた次回お会いしましょう。 See you next time.